ございます。8号線を今度は北上中、柏崎、出雲崎あたりからね、また今日も、中野方面に向かってね、山の方に向かって走っていきます。結構ね長丁場になるんでね、しっかり安全運転で行きたいと思う。景観のいいところまた今日はね見ていきたいと思うよ。雲を覆いながらもね、今のところはいい天気。俺だけかもしれないけど、新潟とか富山って夜でも昼でもラジオをつけるとね、結構な確率でね、韓国とか朝鮮とかラジオを拾っちゃうからね、日本の放送局が拾えないんだよね。俺だけなのかな。特にね韓国の電波を拾っちゃうんだよね。全然ね夜中ねラジオが聞けない。上越市からね、妙高市通ってね、この道をまっすぐ行くとね、60キロ先にね長野県があるっていう道取りです。今ね妙高市にいますね。こっからねこう下がってきて、この18号線を使ってね、現在ここかな。でね今日はねこの辺まで行くんだけど、おろろろ、ここにアパリゾート上越妙高の森ゴルフコースってあるんだね。行ったことあるよ。はい、じゃあ今日はねこの辺りで遊んでいきます。この辺はね松ヶ峰カントリークラブっていうねゴルフ場だね。久しぶりゴルフやりてえな。この辺はねレジャー施設になってるんだね。いいところ見つけたと思ったらね、この湖はねゴルフ場のね敷地内の湖だった。せっかくねこの南アルプスのね山々を見ながらね湖一周できたらって思ってたんだけどね、ゴルフ場の敷地内じゃね。あーゴルフやりてえな久しぶり。はい、やっちまった観光第1弾。まあそれにめげずね、次はね滝を見に行きます。なえなの滝っていう、有名な滝だそうです。海抜0メートルのとこからねダラ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 ね、この国道18号線はね上がってきて、今は妙高市っていうところにいます。はい、雄大なね南アルプスが見えるところだよ。山里から離れてね、ずいぶん山の中に入ってきたよ。なえな滝、とりあえず行ってみよう。いやーヒヤッとするね。これでねちょっともう寒い季節になりました。まだアロハ着てるからね。なかなかね楽にはね、滝を見せてくれないね。はい、残り 150m ってところでね、はい、なえな滝が見えたよ。はい、ちょっと遠目のね吊り橋から見てるぜ。見える？虹が、水しぶきにね虹が出てる。綺麗すぎでしょう。もうここでおしまいかな。これ以上行けないんだけど。もう一つね道があったからね、多分そっちの方でねこのなえな滝をね見られるのかな。全然ね爆音が聞こえないんだよね。爆音でね滝を見たい。結構ね険しいね山岳の道をね歩いてきて、ここがね多分なえな滝の一番近いところかな。虹が綺麗。
落差はね55メートルあるそうです。苗な滝でした。あー紅葉も絶対綺麗だろうな。至る所でね、水が湧き出ててね、この苗な滝にね行く遊歩道もね、結構びちょびちょな感じだよ。ここが妙高高原駅。妙高高原はね広いんでね、ちょっと観光案内所行って2つ3つ教えてもらおう。うん、観光案内所行ってね、よかった。3つ4つね、いいところ聞きましたんでね、これから笹ヶ峰高原っていうところ牧場があるみたいなんでね、牛とねのんびりしたいと思います。はい、笹ヶ峰高原にね行く途中です。ずいぶん山道だぞ。杉林だらけ。登らないこの車やめてくれこの野郎。道がね綺麗に整備されてるからねすごく走りやすいんだけど、いやーこれは疲れるよ。一応ねこれね大型のね観光バスが通るんだよ。びっくりしちゃうよね。笹ヶ峰牧場に着いたよ。牛さんがいっぱい。新潟県も広いね。ただねすぐ隣がね、ほとんどここがね県境だから、すぐ隣がね、長野県というね。まずは清水ヶ池 1.5 キロ。マジか。青森に始まってね、秋田、山形、そしてここ新潟の上越、なんかねブナしか見てないような気がする。てか葉っぱを見たらね、これ全部白樺だ。ああ白樺林だね。ああいいもんだ。標高1300メートルにあるね笹ヶ峰牧場。風がねやっぱりね秋の風でね、ちょっとね肌寒いぐらいです。あー綺麗だね。はい、やっと景色が変わった。もうね白樺とね熊笹しかなかったけどね。はい、これはなんていう木だっけ。清水ヶ池。あーあー気持ちいい。あー本当にね風が気持ちいい。はい、ちょっとね分岐のね案内看板がね少なすぎるからね間違ってしまった。ちくしょう。はい、もう前今戻ってます。はい、戻ってきました。ねこの分岐ね、どっち行っていいかわからないの。看板もないし。ほいで俺はこっち行ったんだけど、こっちが間違い。はい、ここ笹ヶ峰高原遊歩道。ちょっとね、あまりにもね案内看板が少なすぎる。もう2回も間違ってっから、もう来た道帰ります。あったまきたぞ。まあこれは綺麗だからいいけどね。はい、じゃあ来た道を戻って、次の観光地行く。結構ね俺はねこういった道に関してはね何でも直感でね行かれるタイプなんだけどね、ここはちょっとねあまりにも少なすぎてね直感だけでも行けない。その直感がね2つとも全部外れるんだから、結局一周できませんでした。はい、そんな感じで。はい、ここ笹ヶ峰のねセラピー体験はね、行き35分、帰りも35分、合計70分かな。
1時間10分の、セラピー体験でしたがね、これはいいんですけれども、帰りのねあの山道をまた40分下るのかと思うとね、そっちの方がね、いやなかなかね大変な山道だったんでね、笹ヶ峰高原おすすめではありません。はい、林道の季節ももう終わりかな。はい、帰ってきたよ駐車場にね。大体ねこれも不親切だよね。大体一周あたりさ何キロで何分とかさ書いといてくれりゃいいのにね。看板がありませんよとかさ、まったく。よし、次はね妙高高原のね一番楽しみにしていたところ行くよ。妙高高原スカイケーブル、これが乗りたかった。この山の上まで行くよ。妙高山のね中腹あたりまで行くね。スカイケーブル今から行くよ。こっちなんだね。はい、買ってきたスカイケーブル。なぜかね片道だけだよ。ここをね降りていくというね。もちろん183ドルよろしく。スキーじゃないけどねスキーしてる気分だよ。ねここが駐車場、ここがね、なんちゃらホテル。あのホテルのね右側を通ってねゲレンデをね帰っていくみたいだよ。あの泉はなんだ、湖は。いや雄大だね。また違った角度からね、画面真ん中がね、妙高市。
それであの池を挟んでね、向こうの方はね多分県境だから、この辺はあっちはねもう長野県になるようだね。スキー場って初めて歩いてみたけど、スキーだと楽ちんなのにさ、ことね下りを歩くとねものすごいふくらはぎにね負担がかかる。スキーってこんな急じゃないと滑らないのか、これ。いや初めての経験です。ゲレンデ食堂だね。あ、みんなここスキー置いてカレーライスとか食うんだろうね。いやでもたまにはねこういったねスキー場をね歩くっていうのもいいね。うん、ちょっとね負担にはなるけどね、また違った体験で楽しい。あ、ほら画面真ん中がね多分アパリゾートだよ。アパリゾート妙高高原ってやつでね、ゴルフ場併設のねリゾート施設。前に行ったことある。風がね吹き上げてきてね、ここは気持ちいいぞ。はい、広いゲレンデでもね、冬以外はねこういった感じでね雑草生えまくりだね。ススキが綺麗だわ。ここは気持ちいい。ちょっとここで一服。あっ、だよね。ということはこれ赤倉スキー場っていうのか、これ、赤倉スキー場だと思います。そば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 こんなのがあったぜ。霞の滝860メートル。滝だから見ないわけがねえな。よし、ちょっと行ってみよう。熊出るんかい。はい、舐めてかかってたらね結構大変だったかな。なんかね滝の音は聞こえるんだけど違うよね、これダムだもんね。はい、霞の滝ようやっと着いたぜ。これだ。あ、今日見たねなえなの滝よりよっぽどこっちの方が綺麗だよ。あ、これはいいや。スカイケーブルね往復乗ってたらこんなの見れないもんね。今度はね別の角度からだよ。めっちゃ綺麗。でもいいネーミングだね。水しぶきでね霞んで見えるの。この辺りでこの辺りでよくわかるでしょ。柱状節理っていう岩で、ほらこけしのようにね岩にくっついてるのよ。それがね水しぶきとなってね霞んで見える。最高にいいわこれ。隅の滝、はい、思いがけぬねいい発見でした。えがったえがった。じゃあ帰ります。熊に気をつけて。はい、往復40分。やっとね
ゲレンデにね戻ってこれたよ。じゃあこれからねどんどん駐車場に向けてね暴言していく。はい、真ん中のね駐車場まであと少しだよ。スキー場ってこんな急なの？これね、まっすぐ立ってね今映してる状態、傾斜わかるでしょ？上級者コースかこれ。残念ながらねもうすぐ着いちゃうけどね、たった一人っきりのゲレンデ初めてだけどね、すがすがしくてねとっても良かったよ。はい、今着きましたと。朝から何も食ってない。もう2時半。意外にねこの赤倉スキー場でね時間食っちゃいましたね。まだまだ行くところあるんでね、矢継ぎ前にね行きたいと思います。観光協会の人がね、一番行ってもらいたいっていうところ行ってくる。イモリ池っていうところだよ。妙高市森林セラピーロード。もうセラピーいらない。はい、こんな感じでねイモリ池行ってくるよ。今ね、スカイケーブルで登ったね妙高山、妙高山は2454メートルもあるんだって。だから景色があったんだ。ほら今赤倉スキー場があったね、妙高山2454メートルベン。あれまあ名残惜しいけどね、ハスがちょっと咲いてるね。小さなハスかな。ちょっとね一周できるみたいなんで一周してくるね。あのねハスじゃないね、スイレンだね。スイレンの間違いでした。柿業界を離れるとねこれだからしょうがないな。時間がね止まってるかのようなね空間だね。今日一日でねセラピーやりすぎたんでね、しばらくセラピーいらねえかな、そう思います。はい、じゃあこれから帰ろう。もう今日はほんと疲れたな。はい、3時半だけどね昼飯を食べていく。はい、食堂みさ行ってきました。味噌ラーメンとねカツ丼食ったけどね、カツ丼はねあんまり美味しくなかった。それとね味噌ラーメンはねどことなく優しい味でね、来店者のね、多分6割7割近くは味噌ラーメン頼んでるんでね、ここの名物だと思います。ラーメン美味しかったよ。はい、雲がねだいぶ多くなってきてしまいました。晴れは今日まで。明日はね雨はなんか持ちそうなんだけどね、曇りの予報なんでね、その曇りの予報をね、いいことにね明日も一日ねアグレッシブにね活動していこうと思うよ。あーすげー雲だなこりゃ。今日はねこっち方面のね妙高山をね旅したけどね、明日は一転こちらの方の山々をね、旅してみたいと思うよ。美人さんがいるらしい。乞うご期待。